日本に導入が予定されている F-35 ステルス戦闘機ですが、宮崎県のニュータバル基地に配備されることが決定したと、政府が2021年4月、公式に発表しました。20機の配備予定で、運用がスタートするのは2024年ということです。今回は、この F-35B 戦闘機の配備計画について、詳細に紹介しましょう。尖閣防衛を見据え、また、台湾への中国の脅威なども考えて、F-35B 戦闘機の配備先が考えられたんでしょう。計画が順調に進めば、2024年度から運用開始との予定と言われています。自衛隊が導入するこの F-35B 戦闘機は、飛行甲板に耐熱改修工事が終了後の護衛艦出雲、夜加賀の艦上での運用も考えられているとのことで、いよいよ日本が空母を保有する時が近づいてきたと感じますね。ここ最近、従来にも増して強引な海洋進出を図っている中国への抑止力とするべく、尖閣諸島や南西諸島の離島防衛強化につながることに強い期待を寄せる声が多くから上がっているそうです。世界中が新型コロナウイルスの脅威と戦っているというのに、香港での民衆弾圧をはじめ、軍事力に物を言わせて自分の意に従わせようとする中国のやり方は目に余ると感じてしまいますね。では、新天原基地がなぜ選ばれたのか考えてみましょう。まず第一に、すでに F-35B を運用しているアメリカ海兵隊との共同訓練を行う場合、海兵隊の岩国基地と距離が近いということがあります。山口と宮崎ですからね。瀬戸内海を渡り、豊後水道をさっとひとっ飛びといった感じでしょうか。またこれが一番の懸念ですが、南西諸島などの有事です。 F-35B 戦闘機は距離の短い民間空港の滑走路でも使用できるという融通性の高い機体ですが、その離着陸訓練用の飛行場として鹿児島県馬毛島がぴったりとされているのです。馬毛島はお隣の鹿児島県の大隅諸島の島です。種子島からわず 10km にあり、宮崎県からも近いことは言うまでもありません。話が脇にそれますが、航空自衛隊の花形といったらアクロバット飛行で人気のブルーインパルスですね。その基地としては、東日本大震災で被災した宮城県の松島基地が有名ですが、この新田原基地でも、12月に航空ショーが開催されているそうですよ。新田原基地を選んだメリットは、まだあります。現在、空母化に向けて、改修中のヘリコプター護衛艦、加賀の艦上で運用訓練を行うに、場合も、加賀の母港である広島県のごと、距離が近いというのもあるのです。加賀は2021年度から14ヶ月ほど、日数と203億円の経費をかけて飛行甲板などを改修する予定になっています。この203億円の内訳ですが、艦首部分の飛行甲板の形を台形から四角に変更する経費に122億円計上されています。また飛行甲板の耐熱処理とアンテナなどの装備品を移設する経費として24億円、改装が終わった後にアメリカ海兵隊の F-35B 戦闘機による検証試験経費として29億円が見込まれているそうです。出雲はジャパンマリンユナイテッド JMU 磯子で改修中ということですが、予算の問題なのか、飛行甲板の耐熱化工事などは行われないと思われていました。推測通り、外観を見る限りでは、飛行甲板を改造した形跡は確認できないようです。次回の改修まで出雲空母化は行われず、加賀の方が先に空母として登場するだろうと思われていました。しかし、JMU にある出雲甲板上に、作業員小屋や物資が搭載されている様子を見て、もしかしたら飛行甲板の耐熱化工事を早めにするのでは？推測されているようです。
今回、F-35 備戦闘機配備が決定した航空自衛隊新田原基地は、第5航空団第305飛行隊が配備されています。同じ九州にある福岡県の築城基地は、沖縄のアメリカ海兵隊普天間基地の有事展開拠点機能の移設先に指定されているのですが、新田原基地も同じく指定されています。ですから、現在、F-35 備戦闘機を運用中のアメリカ海兵隊とは、つながりがあるということですね。今後、新田原基地に F-35 備戦闘機を展開させておくことによって、メンテナンス面などで、アメリカ海兵隊の展開がスムーズできるようになる可能性も考えられます。同盟国ですから、これぐらいの協力はありなのでしょうね。もちろん、整備費用はアメリカ持ちでお願いしたいところですが。一方、鹿児島県の馬毛島ですが、2019年に国有化され、海自、空自の拠点としての活用が期待されています。この島には、従事の滑走路を持つ飛行場を造成し、海上自衛隊鹿児島県鹿屋、基地の P-3C や新田原基地の F-15J を展開させて、離着陸訓練などに使用する予定とされています。この島は、以前から、硫黄島で行われている、アメリカ海軍の空母艦載機の陸上空母離着陸訓練場として使用するという話が出ていたことがありました。ですから、飛行場が完成したら、訓練場としての利用が許可されると思われます。新田原基地には、かつて、パイロットを教育するアグレッサー、仮想敵機部隊である飛行共同軍が駐屯したそうです。しかし、飛行共同軍が、2016年、平成28年に、石川県の小松基地に移住したので、それ以後は、前述の通り、305飛行隊が駐屯しているだけでした。今回、新田原基地に最新鋭機を配備することによって、共同軍レベルのエリートパイロットが集められることになると推測されます。新飛行隊配備に期待する声が、否が追うでも高まっていくでしょう。ところで、F-35 備ですが、伊豆、本加賀、加空母になるまでは、陸上でしか運用できません。空自基地での運用ならば、今ある F-35A と同じように展開すればいいのですが、空母に乗せられるとなると、全くの別問題になります。これから解決しなければならない問題が山積していると言われます。中でも一番注目されているのが、F-35 備のパイロットや整備員は、どの所属かという問題があります。海自、空自どちらの隊にも、プライドがありますから、こっちの職員だ、あっちの職員だと、面倒が起こるのではないかと言われています。現在空母を運用している国の海軍は、それぞれ、自前の航空隊がありますから、パイロットの養成などは、空軍とは別に行っているわけです。しかし、現状の自衛隊では、航空自衛隊所属のまま、護衛艦に乗るのか、または海上自衛隊に転籍するのか、この2つのどちらかと考えられます。アメリカ海軍の空母艦長については、飛行士か航空士官出身者に限定されているそうですが、出雲、夜加賀の場合は、どうなるのでしょうか。アメリカ海軍が航空関係出身者に艦長を限定しているのは、送還する上でも航空機への理解が必要という考えの下だろうと思われます。翻って、日本の防衛庁と海上自衛隊は、この件をどう考えているのか、知りたいところですね。余談ですが、近未来の仮想戦記漫画として話題になった川口海事原作の空母いぶきをご存知でしょうか。この漫画には、海自発の空母艦長として、なんと、空自のエリートパイロットが就任するという展開がありました。さて、現実世界ではどうなるのでしょうか。予定として、出雲、加賀には、それぞれ8機ずつ、F-35 備戦闘機を搭載するということですが、
戦闘機は、パイロットがいれば飛べるというものではありませんね。一例として、空自基地で航空機を飛ばすために必要な地上人員を考えてみますと、整備関係だけでも、日常整備や点検を行う、列船航空機整備員、定期整備と緊急整備を行う、検査隊航空機整備員、武器弾薬員、無線装置などを操作する機上整備員、油圧系統を整備する油圧整備員、レーダー整備などは、下機統制装置整備員、万が一の事態に、装具や整備を担当する救命装備員、そしてエンジン整備員など。数多くの職務があるのです。つまり、これだけの職種が必要なのです。機種によって違いがありますが、空母上で航空機を飛ばすには欠かせない人材です。今の出雲にはヘリコプターが搭載されていますが、この運用には航空要員が200名乗艦しているそうです。空母化して8機を乗せるにしても、見合うだけの要員が必要になります。一説では、さらに200名の整備航空要員が必要と噂されているのですが、その手配や育成は一体どうするのでしょうか。育成といっても特殊な職種ですから、1年や2年では一人前にならないのではないかと危惧します。伊豆元加賀の飛行甲板上から日の丸をつけた F-35B 戦闘機が飛び立つのは約10年後と言われていますが、それまでに中国はさらに軍備を増強しているだろうと予想されます。そしてここ数年来の尖閣諸島周辺海域への進出や可能性が次第に高くなってきた台湾侵攻という非常事態を推定し、計画を早めて様々な問題も解決して2隻を空母とすることが急務ではないかと考えます。